染谷隆正の血統の教室。今回も皆さんからの質問にお答えいたします。はい、染谷さん1枚お願いします。はい、質問者さん、 IM さん、ダート 1200m に関する質問です。サウスビグラスやパイロなど同じ種牡馬の産駒が多く出走していますが、その中から好走馬を見つけ出すにはどの部分に注目すればいいのでしょうか、というご質問をいただきました。 ありがとうございます。ありがとうございます。はい、来週から中山開催が始まるので、はい、予習の意味も込めて、はい、まずそもそも中山ダート 1200m の特徴みたいなものを教えてもらいたいんですけれども。そうですね、中山ダート 1200m はまず芝がスタートで強制的に点が速くなって、はい、でラストに坂があるんで負荷が、まあ点は速くなって上がりがめちゃくちゃかかるっていう、そういうバランスのコースですよね。まあ新潟との違いは右回りに変わることと坂が出るゴール前に現れることですかね。新潟のダート 1200m っていうのは、うん、どういった種牡馬がちなみに来るものですか。新潟ダート1200全体的な傾向としては、はい、意外とこう血統では欧州型ね、スマート出馬表に載ってる欧州型という、はい、まあ血統型でいうと米国型と欧州型と日本型がありますけど、はい、まあサウスビグラスとかパイロットは米国型じゃないですか、はい、そうじゃなくてヨーロッパの主流血統であるあのノーザンダンサー系のね、そういうベーカバドとかローエングリーンとかキングヘイローだとか、そういう短距離もこなすノーザンダンサー系が比較的走りやすい状況が出やすいコースということですね。あ、そうなんですね。だからアメリカ的ダートというよりはあの馬力ですね、タフな馬場に強い短距離血統っていうのが、芝のタフな馬場に強い短距離血統っていうのも比較的走りやすいことが多い競馬場コースというのはありますね。うん、同じダート 1200m でもサウスビグラスはどうなんですか。新潟の新潟全体の傾向としては悪いんですけど、あんまりそこにとらわれちゃいけなくて、はい、まあ、僕なんかこの前ね、8月の4日の新潟8レースなんかね、はい、サーストンバーラムっていうものを本命に推奨して、はい、もう某競馬新聞某有刊誌なんて上から下まで無印だったのに単勝7倍になってぶっちぎって勝ちましたけど、これ僕本命だったんですけどまあこれサウスビグラスだったんで、あんまりとらわれても良くないんですけど、ね、なるほど、そうなんですね。まあまあ全体的には欧州的な短距離血統が走る状況も現れやすいってことは頭には入れておいた方がいいと思います。なるほど、はい、ローカルだと、うん、ダートの 1000m っていうレースが多いと思うんですけど、うんうんうん、ダート 1000m を経験してから今回の本題である中山のダート 1200m、 函館札幌組ってことですよね、はい、これもまあ基本的には不利ですよね。距離が前走より距離が伸びて、はい、なおかつ平坦の短距離から200m 坂のあるコースに変わるわけですから、はい、まあ、状況としては前走より辛く感じることが多いですよね、はいはい、ただ、まあ、1000m の有利さといえば点から出していく競馬を 1200m ではするわけですから、ダッシュ力だけが問われる馬場になれば有利ですけど、だから 1000m 経験馬が穴出すときってたまにあるんですよね。まとめて穴を出すときって、うん、そういうときっていうのは、まあ、基本的にはダート1000って不利なのに、ダート1000を使ってる馬が穴を出しまくるっていうのはダッシュ力重視の馬場だと考えることはできますね。ただ基本的には不利だと思いますよ、まあ、ものすごいタフで上がりが使えない状況でダッシュ力が効くって時もあるっちゃあるんですよね。まあ、だからどっちかですね、まあ、どっちもダッシュ力大事じゃないですか、はい、つまり末脚の威力が削がれる馬場ってことですね。うん、この質問にもあるんですけれども、うん、中山ダート 1200m でサウスビグラスとかが出てるレースがあると思うんですけど、うん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 、なんか絞る要素として何か。これはね、だからね、まあまあ、よくこれも言われるんですけど、はい、僕は常に馬を縦の比較と横の比較で見るわけですよ、はい、でこのコースはサウスビグラスを変えとか、このコースはパイロを変えとか、そういうのは横の比較なんですよ、まあ、環境の影響、うん、まあ、またややこしくなんですけど横の比較ですよね。だからそのコース全体で強い種牡馬はサウスビグラスだパイロだっていうのは横の比較 で、はい、でもう一個縦の比較ってあるんですよ、はい、例えばこのサーストンバーラムっていうのを8月4日のレースで本命にしたのは、はい、この馬自身が金走より明らかに能力を発揮できる状況になっているからだと。前走があの東京のダート 1400m で、前々走が中山のダート 1200m だったんですけど、はい、前走の
の東京ダート 1400m というのは全く合わない条件だったから奔走するわけですよ、はい、特にサウスベグラスというのは自分が嫌なことがあったら投げ出す、その代わり得意条件に戻ってきたらものすごい上昇するという特徴がありますから、はい、前走はもうあの2秒近くの大差で負けましたけど、はい、10馬身近い差で負けたんですけど、はい、この平気で巻き返すというのはサウスベグラスの盾というかね、種馬の特徴でもあるし、うん、そういう状況で巻き返す状況が美味しいというのは盾の比較なわけですよ、はいはい、で続いて横の比較で、まあ、サウスベグラスというのが今のコース状況にマッチしてるかしてないかっていうのがあって、はい、まあ、新潟ダート戦にといえどもこの時の8月4日の状況は極端に不利ではない状況なんだと、サウスベグラス3区が、はい、うん、だから確実に上昇できるだろうというふうに予想するわけですよ。だから縦の比較っていうのが大事で、サウスビグラス3区ってそんな言うほど4頭も5頭も出ないし、仮に 1,2 頭とかだったらこういうサーストンバーラムみたいな状況で買うべきですね。あ、なるほど。この前走でボロ負けしてて得意条件に戻ってくるという状況を狙う。これがボロ負けしても巻き返すタヌーマと巻き返さないタヌーマがいるんで、はい、逆に言えば巻き返せないタイプのタヌーマだったら仮に向いているコースに出てきてもあの走れないわけですよ、はいはいはい、例えば、まあ、ディープインパクト3区というのは燃え尽きたら巻き返しづらいと、ああそういう時に得意条件のに出てきても走るかっていったらやっぱり走んないことが多いんですよ、はい、うん、だからその縦の比較というのはその種馬の特徴ですとか、その縦です、まさに馬柱での変化のパターンですね、はい、まずこっちが先なんですよ、あ縦がいつも逆やってました。あー、よかったですね。横から入っちゃってました。あー、それはダメだ。なるほど。だから僕常にあの縦の比較というか予想して、変わり身が見込める馬の中から今の環境とか相対的な比較とか、はい、次横の比較になって走るか走らないかって。だから血統っていうのは、はい、環境というのは、環境というのはコースですね、はい、環境に対する適応力とあとは自身の戦力のリズム、はいはいはい、これが縦じゃないですか、はい、この両方をあの分析できるんですよ。だから血統っていうのはあの上昇下降のリズムをあの見るものでもあり、はい、環境に対する、環境というのはコースですね、今の馬場とかコース状態に対する適応力を見る部分でもある、はいということですね。まあ、あと例えば同じダートでもヘニー・ヒューズっていうのも、はい、だからロード・カナラーもダートの短距離の勝ち星増えてますけど、はい、今言ったようにサウス・ディグラスより惨敗の巻き返し力が弱いんですよ。だから10着以下に敗れた時の期待値が、はい、あの巻き返す力っていうのがあのヘニー・ヒューズとかロード・カナラーのサウス・ディグラスより弱いんですね。あ、そうなんですか。だからサウス・ディグラスが儲かる種馬だっていうのは、まあ、そのダート戦にという環境に対する適応力も高いんだけど、その10着以下から平気で巻き返してくるその自分自身の個性というかな、はい、縦の比較という意味でもあのこの相乗効果によって期待値が高くなっているんですよ。サウスビグラスが巻き返した例みたいなものを教えてもらって、うん、今言ったじゃないサーストンバーラムとか、あ、その中山でね、はい、まあ、例えばあの2019年の1月6日のアースビグラスがあの2着に走った例ですけど、はい、これなんかはそうですね、ずっと新潟で惨敗続き、うん、まあ惜敗負けてたんですけど巻き返したと、まあ、これもここ2走はやっぱり新潟で力を出せてなかったんですけど、はい、得意条件の中山に戻ってきて穴を出したと、はいはいはい、まあ、分かりやすい例ですよ ね、 そうですね、巻き返し力が高いというのと得意条件に戻ってきたら、うん、前走がボロ負けでも巻き返すというサウスビグラスらしいパターンですね、はいはい、アースビグラス自体は差し馬なので、はい、新潟がずっと前残りだったっていうのも、まあ、あ、巻き返す理由ではあるんですね。でこの時の中山が結構差しやすい馬場だったってことで合ってたんだと思います、はい、あとは今の時期だとそうだな、若い馬と前走の着順の悪い馬を買ってください。はい、はい、若い馬と前走、はい、はい、これがポイントだと思います、ね、はい、ダート代わりで芝からダート代わりで、うん、注意した方がいい種牡馬とかっていうのはありますか。種牡馬という意味では母父の種牡馬を大事にした方がいいんじゃないんでしょうかね、はあ、母父がそうですね、米国型であるということとか、母父と母母父両方米国型であるとか、はい、こういうのが大事だと思いますよ。そういう馬が、芝からダートに来た時、そうですね、あ、まあ、どっちかというと芝からダートで過剰人気になってても母父が芝血統だったら消すとかの方が今の時代は向いてますけどね。はあ、はあ、なるほどな、あ、お父さんが黒船とかゴールダーリュールで母父も芝馬だったら
意外と芝からダートで走んなかったりもするんで、あ、まあ、買っちゃいそうです。なんか見ると買っちゃいそうです。そうですか、わかりました、亀谷さん、この質問いかがでしたか。はい、そうですね、じゃあこれに関してはこれか、亀谷競馬、あ、やっぱこれやめた、こっちでしょ。亀谷競馬サロンタオルか、これに行きましょうか。このタオルをじゃあ差し上げたい。あ、おめでとうございます、はい、では亀谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。